になる人とならない人の違い、科学的根拠に基づいて習ってるんですよ。血圧も同じです。で、習ってるのになぜ教えてくれないんでしょうね。学校では習ってるし、なぜ皆さん患者さんには教えてくれないんでしょうね。忘れちゃったですかね。特定できないって、だから習ってるって言ってるんですよ、私。学校で習ってるんですよ。なぜそれをそのまま教えてくれないんでしょう。自身の面倒だ。面倒だから。たくさんの難病はの、こなさん時間がない。なるほど。時間がないね。なるほど。あの、じゃあ、あの、皆さんが、ね、皆さん患者さんとした場合に、ね、原因を聞いたらですよ、具合の時にその原因を聞いたら、二つの道があるんですよ。一つは、もう面倒くさいお医者さんばっかりだっていうふうにお医者さんおっしゃったので、そういうお医者さんとか行って、ね、原因を聞かず、いいや、もう薬飲んで死ぬまで生きてればいいやって、人生は自由ですよ。